くるどんチャンネル。くるぐるぐるぐるどっかーん。こんばんは、くるどんチャンネルのちぃです。よろしくお願いします。今日は一人じゃないです。たらーん、新メンバーがちょろっと出演してます。パンの耳です。で、今日はそのパンの耳ちゃんのお家で、たらーん、口のアイスの実。今日はなんと大人気でございます。で、これを飲むっていうだけなんですけどね。今日はこれを飲むっていうのと、パンの耳ちゃんが入るよっていう動画です。で、なんかね、でアイスの実と一緒に飲むといいよって書いてあるんで、アイスの実と一緒に飲みます。2つ作るよ。アイスの実って美味しいよね。美味しいよ。何味が好き？カフェラテみたいな味が一番好きなんだけどさ。あ、そうだよね。期間限定みたいな。そっか。今もうやってないんだ。もういない。冬だけなのかな。じゃあ冬になったらみんなカフェオレ、カフェラテ？カフェオレかも。カフェオレかも。カフェオレのアイスの実食べてみて。ね、開かない。今日も飲んできたんですよ。二人じゃないけど。なんかまた、うわ、溶けてる。やば。飲んで、一回代行で帰ってきて、歩いてコンビニに行った。うわー、めっちゃ溶けてる。やばー。やばい。ぶどうの方が。近くで、ね、あ、超近いな。行くよ。わー、思った通りだわ。あ、流行ったね。ああいう感じだ。そういうあれだ。なんかブドウが溶けて可愛い感じの色になった。私も逃した。もう諦めたのに。缶瓶でしょ。そう、もう大丈夫くない？ぶどう。やばい。しかもちょっとね、やば、溶けてるので、もうぶどう色になった。乾杯。美味しい。美味しい。めっちゃジュースみたいに飲みやすい。氷結ってめっちゃ濃いけど、めっちゃジュースですわ。飲みやすい。最高。するする。はい、ありがとう。めっちゃ美味しいよ、うん、みんな大人の人は飲んで。大人の人だけだよ。